さあ今週は平地でも初雪かっていうね話もありますけれども、体を温めるのはやっぱり汁物はいいですよね。あるいは煮込み料理にも便利な味噌の活用術を専門家の方に教わります。一手間加えるだけでお味噌汁が劇的に美味しくなるという裏技をご紹介します。味噌汁といえば心も体もホッとする日本代表する国民食。なんとそこにミニトマトを入れちゃうんですか？はい、そうなんです。今日はこのミニトマトをいつものお味噌汁に入れるだけでうーんと美味しくレベルアップさせちゃいます。今日の特集は味噌大活用術。冬に向けてあったか料理に大活躍するのはもちろん、栄養も満点でこれからの季節積極的に取りたい調味料。そこで今日は味噌に詳しい専門家に、一手間で美味しく味噌汁レベルアップ術、市販の味噌の選び方、そして専門家激推し熱々味噌グルメを教えていただきます。達人に教わる味噌大活用術お送りします。まずは一手間で美味しく味噌汁レベルアップ術から。その前に街の皆さんの好きなお味噌汁について聞いてみました。毎朝飲みます。よく作るのはやっぱり豆腐とわかめとか油揚げとか、具材が1個じゃなくて2個ぐらい入れるのが好きです。お味噌汁大好きです。飲みます。ニラなんか大好きですけどね。卵入れて、卵と玉ねぎ、卵はお味噌汁に入れるとちょっと甘く感じるのと、玉ねぎはシャチシャチしてるところです。サンマも味噌汁、三枚におろして熱湯をタッとかけて生臭さを抜いてからお味噌汁に入れて、お豆腐とネギ。今日はその出汁を使わずにハッと驚くもので美味しい味噌汁にしてみたいと思います。教えてくださるのは味噌を年間365日食べるという味噌ソムリエの針内千尋さんです。北海道内で味噌作り教室を開催、今まで5000人以上が参加しています。お味噌の出汁の代わりになる食材一つ目はミニトマトでした。トマトを具材として味噌汁に入れるのももちろんおすすめなんですけれど、このトマトに入っているグルタミン酸が味噌のグルタミン酸をより引き立てる役をするので、たった一粒でお出汁を取った時のような美味しさがあふれます。へー、それではここで問題です。お出汁の味になるというミニトマト、どのようにしてお味噌汁に入れるでしょうか。福永さん、村雨さん、分かりますか？どのようにしてって、なんか潰して、なんかし、ね、お汁を入れるのか。冷凍してあります。これをすりおろし器ですりおろして出汁の代わりに使いたいと思います。お味噌汁2杯で使うのはミニトマト1個だけ。味はどう変わるのか。じゃがいもと大根のお味噌汁のミニトマトありとなしで飲み比べてみました。そんなに違うんすか。まずはミニトマトなしのお味噌汁どうなのか。もちろんこれだけでもしっかり美味しいお味噌汁でした。味噌の風味もしっかりしていますしね。そしてミニトマトありのお味噌汁はというと、トマトを少し入れたことによって味わいがほんの少し爽やかすっきりしたような感じがします。味の深さっていうんですかね、さらに広がったような感じがしましたね。やっぱりゴミっていうじゃないですか、甘い辛いしょっぱい酸っぱい苦い、この酸っぱいが少し上がるだけで急に奥行きがぐっと広くなるんですよね。まさにそうでした。それではもう一つご紹介しましょう。続いてのお出汁の代わりになる食材はしめじと玉ねぎです。結構定番の具ではありますよね、うん、水を張って煮るのではなくて一回蒸したいんです。蒸す、はい、じっくり火を入れることによってお野菜から出汁が出るのでお出汁がいらなくなる。これはフランス料理のエチュベという蒸し焼きの手法だそうです。エチュベ、エチュベです。焦げ付き防止に大さじ2杯ほどの水を入れ蓋をして5分ほど、
具材が透明になったら、あとは水を入れて沸騰させ味噌を溶くだけ。蒸し焼きの野菜の旨味がお出汁の代わりになります。簡単なのはもちろんなんですが、驚きの美味しさがありました。玉ねぎの甘みは出るんでしょうかね。そんなに変わるんですかね。変わるんです。いやー、味が深まりますね。えちょっと、玉ねぎが本来持っている甘みとしめじのキノコの香りっていうのがより強く感じるなっていうふうに思いました。野菜の旨味をギュッと閉じ込めた味にするので、やっぱり美味しい味噌汁になります。なんかいろんな具で試してみたいなと思いました。さあ、それではそのエチュベ、はい、野菜を蒸し焼きしたお味噌汁、スタジオにもご用意いたしました、はい、ぜひ召し上がってみてください。ありがとうございます。お出汁を使っていません。玉ねぎをじゃあ具にしていたお味噌汁とはまた違うってことですね、これね。お出汁を使わずともその旨味が出るということなんですね。蒸すだけで、はい、あれだな、具を食べちゃう。そうですよね、まず汁を、汁を飲んでどうかですね。おー、あー、あのお野菜の優しい味が全体に広がってますね、うん、なんか玉ねぎのこう旨味、甘みっていうのをすごく感じますよね。これエチュベ、これエチュベです。ちょっと内容入ってこなくなる、ちょっとエチュってる、エチュってる、そんなこと勝手にアレンジしないでください。これ他にもキャベツなどでもいい旨味が出るということでした、すごくなんか優しい味わいになるんですよ、これね、うん、具材の旨味というのよく出ますよね。甘さが引き取ってます。なんか出汁取ってないんだ、これ美味しいです。まだまだあるんです。続いての味噌活用術はこちらです。ちゅちゅ言ってもらってエチュベが引っ張られすいません、引っ張られました。達人に市販の味噌の選び方を教わります。ラッキー山手店は60種類以上の味噌を取り扱っています。売り場にやってきましたが、あ、出汁入りの液体状の味噌や最近はご当地味噌なんかもあるんですね。そうなんです。いろいろ種類ありますが、ハリウさんのおすすめのお味噌なんかありますか？私のおすすめはこちら、高一点岩田醸造さんの天然醸造の無添加生味噌になります。岩田醸造さんのこのお味噌は十勝さんまで研究して作られたお味噌です。地産地消っていうぐらいで、やっぱり土地で採れたものにこだわると美味しいお味噌ができます。天然醸造ってじっくり時間をかけて麹の力で熟成させたものなんですよね。塩の角が取れて丸くなるっていう表現あるじゃないですか。あれってどういうわけか、時間でしか再現性がないんですって。時間、はい、なので天然醸造で作られたお味噌は一番初めにしょっぱっていう感覚よりも甘さが立つというか、味噌の味がした後に塩気を感じるようになると思います。そしてスーパーで売っているのは基本的に米味噌、麦味噌、豆味噌の3種類、それぞれ使い方のコツを教わりました。米味噌は北海道の皆さんがお使いになっている味噌の約 80% から 90% の味噌が米味噌です。どんな食材の具材にも合いますし、とても使い慣れているので使いやすいと思います。甘みの強いお米の味が強いお味噌です。皆さん石狩鍋とかちゃんちゃん焼きとか使う時にも使っていると思いますし、ディップとかマヨネーズにあえたりとかしても美味しいと思います。麦味噌というのは蒸した麦に黄色麹カビというのをつけた麦麹というのを使うんですが、あまり北海道の人には馴染みがなくって、九州や南の方、四国とかでよく使われるお味噌なんですよね。熟成はすごく浅いですから白いお味噌なんですよね。でもすごく甘みが強いので、豚肉の油とかベーコンとかちょっとしたこうコクッとした味を出したいときには麦味噌とても便利です。豆味噌っていうのは全部大豆なんですよ。豆の旨味がギュッと凝縮された感じになるので、とてもこう酸味が強くて濃い味になりますね。大量に使うっていうよりは本当に何かと合わせて使うと、あ、入れといてよかったっていう味になります。なめこの味噌汁だったりビーフシチューの隠し味にはおすすめです。ちなみに達人はこれらを含む様々な味わいの味噌を一つの保存容器にまとめて保管しています。麦味噌で甘みを出して、豆味噌でコクを加えるなど食材に合わせてブレンドして使っています。こうすることでより
奥行きのある味になるそうです。これは達人技ですね、はい、さらにこんな裏技もありました。市販のお惣菜の味わいがお味噌で簡単にレベルアップします。普段皆さんお醤油できんぴら作ると思うんですよ。肉じゃがとかもお醤油で作るじゃないですか。そうですね。あれ全量をお醤油にするんじゃなくてほんの一さじだけお味噌に変えてみてほしいんです。コクがあるのと深みが出るのでそれ一つでこうぐっと味が締まります。お醤油もお味噌も発酵食品同士相性が抜群です。市販のきんぴらごぼうもたったこれだけティースプーン1杯のお味噌を加えるだけで美味しさが格段にレベルアップします。さあいただきます。一気にコクが出ましたね。そうでしょう。買ってきたやつも美味しいんですけどね。もちろん市販の売られているきんぴらごぼう自体もすごく美味しいんですけど、さらにここに味噌本当に少し入れるだけでなんか家庭で前日からしっかりと味付けをしたようなコクと味の奥深さっていうんですか、それが一気に出ますね。そうなんですよ。味噌って力持ちでしょ。あんなに少しの量なのに本当に一気に家庭の味になりましたね。肉じゃがや煮魚などの隠し味におすすめです。冷蔵庫に残ったお味噌もこれなら有効に使えそうですね。続いては専門家激推し熱々味噌グルメです。金子さんは味噌料理って言ったらどんなお料理を思いつきますか？味噌料理というと石狩鍋とかあとサバの味噌煮とか。美味しいですよね。美味しい。どちらかというと和食をイメージしてしまいますね。そうですよね。今日は洋食にチャレンジしてみたいと思います。洋食、はい、洋食と味噌合うんですか？実は味噌って乳製品とすっごい相性がいいんです。今日は牛乳とバターを使ってグラタン風を作ってみたいと思います。調理時間およそ10分、味付けは味噌のみです。まずじゃがいもは太めの千切りにします。じゃがいもからでんぷん質が出るのでそれをそのまんまとろみに使いたいんですよ。なのでここを水にさらさないのがコツです。今度はじゃがいもをフライパンで炒めていく作業になります。フライパン熱くなってるので、はい、ここにバター入れますね。いい感じに溶けてきたらじゃがいもを入れます。いやもうこれだけでも美味しそうですよね。これちょっと炒めといてもらっていいですか？わかりました。よろしくお願いします。これコツありますか？ないですハリウさん楽しい方なんですよ、はい、火が通るまで炒めていきます。炒めている間にここで味噌が登場。あ、これ来た。はい、まずは少しの牛乳で溶かしていきます。そして味噌と残りの牛乳をフライパンに加えます。ほらだんだんこうクリーム状に変化してきたじゃないですか。少しずつなってきていますね。これを全部クリーム状になるまで煮詰めていく感じです。水分が飛ぶとクリーム状のグラタンの具材のようになりました。さあもう出来上がりました。調理時間およそ10分、寒い日にぴったり熱々味噌じゃがいもグラタン風です。こちらもスタジオで召し上がっていただきましょう、はいはい、ありがとうございます。本当にその塩分とかも全部これもお味噌、はい、そうです。調味料は味噌のみです。へー、いただきます。いただきます。あ、確かにグラタンのようなとろみがもうありますね、はい、美味しいじゃないですか。美味しいです。あ、どうなんでしょう、私はと鈍感だからわからないです。言われないとでも味噌を使ってるかっていうことはわからないですね。私も味噌わからないです。なんかもう美味しいグラタンじゃないですか。本当にあのクリームソースのような味噌だけなのにしっかりと味付けができているんですよね、うん、で今回じゃがいもなんですけども、うん、これご飯に変えるとリゾット風になるということでした。全然なんか味の物足りなさとかないですよね、うん、美味しいです。本当に味噌は万能ということで、お塩やお醤油のようにいろんな料理の調味料としてもっともっと使ってほしい、もっと仲良くなってほしいと有江さんおっしゃっていましたね。
そうか、だからまあお味噌汁だけじゃなくてお味噌ってこう隠し味とかいろんなところにも使っていけるということですね。でもね、北海道には美味しい大豆を使った味噌があるわけですから積極的に使っていきたいですよね。まあ寒くなるんでね、熱々の料理にお味噌を使っていくっていうね、それで体温めていくっても大事ですね。洋食にもぴったりということでした。はい。